グローバルボーイズグループ、JO1、JO1、土高野純喜と佐藤圭吾が、31日放送の日本テレビ系、行列のできる相談所春の2時間 ST、夜7時58分に出演。河野と佐藤が、大喧嘩、したことを明かした。河野純喜、佐藤圭吾に、ブチギレてしまった、理由とは意見の食い違いから喧嘩したことがあるという河野と佐藤。ダンス練習の際、練習意欲に溢れ、練習に終わりなんてないと思ってるので、時間があればやりたい、という河野に対し、他のこともできますし、休みがあればモチベーションも上がる、からと、振りを覚えたら練習を終了したい佐藤で、意見が食い違ったという。その後、互いに譲らず平行線をたどった結果、河野はそれ、練習するかしないか、で、佐藤に、ブチギレてしまったと告白した。JO1は練習時間を自分たちで決めているため、やる気によって、人によってやりたい練習時間が変わってくる、そうで、河野は、他のグループはどういう感じなのかと、率直な疑問を投げかけた。佐藤圭吾、河野純喜に必死の訴え以前、同様の問題があったというジェネレーションズの小森隼人は、僕はどっちかっていうと、メリハリがつくんだったらやった方がいいと思うと口に。だが、あくまで全員が同じスタンスでできる前提だと言い、実際は6時間ぐらいリハーサルやって、こっから3時間は集中できない。同じ熱量で上げれないと主張した。続けて、でも、これの何が悔しいかってやろうっていう人の方が、聞こえは正義に聞こえる、と、やらない側の嘆きを訴えると、佐藤はそう。そうなんですよ。俺が悪いみたいなと興奮気味に返し、笑いを誘った。しかし河野は、練習中にトイレに行ったまま戻らない佐藤を見に行った際、佐藤が、スマホいじって TikTok 見てた、と暴露。そういう感じがあるから、佐藤が、帰りたい、って言っても、お前が言うのは信用できない、って言いたくなる、と説明すると、佐藤は河野の肩を叩きながら、僕は小森くんが言ったことを言いたかった、と必死に訴え、再び笑いを誘っていた。